昨年11月に千葉ロッテマリーンズの山口浩輝選手が契約更改交渉後の会見で、元 AKB48、HKT48 の太田愛香さんとの結婚を発表し話題となりました。また近年では福岡ソフトバンクホークスの石川修太投手が元 AKB48、SKE48 の大場美奈さんと、そしてわずか1年で離婚したものの、中日ドラゴンズの宇佐美慎吾選手が人気アイドルグループ桃色クローバー Z の現役メンバーでもある高木れにさんとの結婚を発表したことも話題となり、プロ野球選手とアイドルの結婚ラッシュが続いています。プロ野球選手の結婚相手といえば、一時はアナウンサーとのゴールインが目立っていましたが、近年ではアイドルとの結婚が再び増えてきています。ではなぜプロ野球選手とアイドルとの結婚が増えてきているのでしょうか。今回はその理由を探っていきたいと思います。